ディスラン様、また新たな村で病の者が出ました。ならばいつものように村の者全員を捕らえよう。健常者とて使い道はある。今すぐに収容所へ集めるのだ。弱っている者もいます、この雨の中を。ですか。そうだ、実験には常に被験者が必要だ。犠牲を恐れていては崇高な使命を全うできぬ。それに途中で死んだとしてもわしにとっては役に立つ。バルトロ殿、また死体を集めに来られたのか。いいだろう、持ち去るがいい。山のようにあるぞ。だが貴公へ渡す死体もこれが最後となるやもしれん。では実験はうまくいったのか。それをあなたが知る必要はない。ここへ来たのは死体が目的でしょう。ゼノイラに逆らう者どもがそこまで迫っておる。奴らを死人に加えてもらうよう伝えに来たのだ。反乱軍がここへ。今邪魔されるわけにはいかん。わしの手勢を置いていく。戦力として好きに使うがいい。助かる、使わせていただこう。バルトロ殿、タチアナはここに残り実験を続けさせるのだ。はい、ジスラン様。衛兵はおるか。兵を集めろ、すぐに出るぞ。ジスランは薬を完成させたのか。わしが手を貸したのだ。頃合いじゃと思っておったよ。手を貸した、よくも言えたものね。お前はジスラン様にふさわしい相手ではない。でもあの方が望まれたので私は従っているだけ。さあ早く死体を持ってこの館から出て行って。出撃する、いつでもやれる。すぐに飛び立つ。出陣します。よし、行こう。私に任せてください。目標確認。さて、行くぞ。次はどうすべきか。立ちふさがるなら排除する。この勝利を天に捧げる。どうしましょうか。すぐに仕留めます。考えるんだ。向かおう。容赦はしない。天は見ているのだ。答えてみせよ。私に任せろ。さあ来い。
します。この子にご褒美あげちゃいます。お役に立てるよう頑張ります。空から向かいます。ここは抑えたぞ。俺が相手だ。よし、考えるんだ。ぬかを好きにはさせない。来たか、反乱軍。我らの邪魔はさせん。使命を果たすぞ。絶対に勝とう。共に戦い抜くのだ。押し通す。無理はしないで。食らうがいい。忠義を示せ。させるか。俺が相手だ。勝利を積み重ねよう。あなたが病を振りまくという噂の漁師か。バカを言うな。憎い派の病を私が振りまくだと。間もなく病を打ち倒せるというのに。残念だ。だがあとはタチアナがやってくれる。これでようやくお前のもとに行けるのだな。死んだか、ジスラン。何？薬ができては病を広げたわしの努力が無駄になろう。待て！どう出るべきか。よし、出陣します。何なりとお任せを。何か落ちてましたよ。制圧した。到着しました。好きにはさせない。そうか。行きます。考えるんだ。行くぞ。私を見ておけ。ああ、行こう。いつでもやれる。すぐに飛び立つ。私が相手だ。よ
し上がってきたぜ。いかがいたしましょう、仰せのままに。ね、俺が相手だ。やったぞ。出撃する。指示をこう。承知した。私が出るわ。答えてみせよ。到着したぞ。次はどうすべきか、どう出るべきか考えるんだ。向かおう。行くよ。任せといて。到着した。着きましたぞ。私めにお任せを。お任せを。着きました。私に任せてください。空から向かいます。善とは言い難いですな。かしこまりました、うん、厳しいか。好きにはさせない。よし、どう出るべきか。行くぞ。魔女の力見せてあげる。ついたよな。考えるんだ。指示をくれるかい。君の判断に任せよう、うん、ここだな。さて次は、ここが目標地点ですね。到着したわ。さて何なりとお任せを。当然の勝利だな。いいのではなくて。まだ伸びしろがあったなんてね。着きましたぞ。作戦時間が残り半分だ。みんな頑張ってくれ。いかがいたしましょう。かしこまりました。何なりと。この息で勝ち進もう。おや、これは。さて次は。当然の勝利だな。この息で勝ち進もう。当然の勝利だな。どう出るべきか。よし、邪魔はさせない。ここは守ってみせる。見せてやろう我らの力。行くぞ。共に戦い抜くのだ。
積み重ねよう。ジスラ様、どうだった？殿下、恐ろしいことに収容所は領民の死体の山です。兵を近づけないよう通達してくれ。おそらく病で死んだ者たちだ。は。領民を病の実験台にしていたという噂は本当か？そんな噂を信じているの？愚かな奴ら。領主の館を調べようぜ、アレイン。何をしてたか分かるはずだ。やめて、ジスラン様の研究を荒らさせはしない。では君が案内して教えてくれ、タチアナ。ここでジスラン様が薬を研究されていた。なんだ、仮面の下はどんな恐ろしい顔かと思えば、意外と普通の子じゃないか。数年前から領内に流行り病が広がった。ジスラン様も病で奥方を亡くされ、人が変わられた。病を憎むあまり薬の研究に取り憑かれてしまったのよ。資料使いの力を借りてまで成し遂げようと。そして領民を実験で犠牲にし、死体を資料使いに渡していたのか？誤解ね。ジスラン様は病に打ち勝つためあらゆる学問を学ばれた。未知の治療法を探し出すには仮説のもと思考するほかはなく、その方法が間違いだと判明しなければ正しい答えにも近づけない。医学のためだと言いたいのだな。だが領民にとって不幸は同じだ。犠牲は無駄ではないわ。効果は現れている。薬ができたのか？まだ完成ではない。提供された資料には嘘も多かったし、けど糸口は見つけた。このまま研究を続ければその効果は顕著になるわ。ジスラン様の成果が出るまであと少し。確かに我が軍から病が出ても薬は必要となりましょう。しかし殿下、悪い噂の立つ前妻な研究を続けさせるわけには。タチアナ、君を信じよう。ジスランの代わりに君が命じて薬の研究を続けさせてくれ。悪い噂はどうすんだよ。もちろん病人を収容する際の待遇は改善してもらう。あくまで人を救護するための研究としてだ。ジスランも最初はその思いからだったはずだ。私の処遇はそれで終わり？処罰はないの？俺たちが戦っているのはゼノイラだ、君じゃない。そして今度はゼノイラでなくあなたに従えと。解放軍としてここに来た。君たちを自由にするためだ。私は自由ならばあなたについていくわ。おいおい、薬はもうすぐ完成する。私が残って研究を続けずともね。だからあとは部下たちに任せても大丈夫。私からジスラン様を奪ったあなたがどんな理想に死ぬのか最後を見定めてやる。そしてあなたの最後の時、私がとどめを刺すためにも。そんなの許すわけ。いいだろう。だが簡単に死ぬ気はない。そしてついてくるなら力は貸してもらうぞ。
任されてあげる。